こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。 YouTube では話さない、深い話をゲリラライブでやろうと思ってますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録もお願いします。はい、では今日はですね、女性に嫌われる男性のタイプというお話をさせていただきたいと思います。これね、結構嫌だなっていう女性本当に多いです。私もこれだとちょっとね、嫌ってきちゃう時とかあります。それは一体何かというと、声が小さすぎる。もちろん大きすぎるのもダメなんですけど、小さすぎるのも聞こえないし、聞こえないことってめちゃくちゃストレスなんですよね。で、声が小さいイコール自信がないように見えてしまうんですね。で、これからお付き合いしていく上で自信がない男性っていうのは、女性はとても不安に感じますので、声は大きすぎず小さすぎず程よい、相手の声の大きさぐらいに合わせるのが一番いいと思います。はい、ではですね、なんとか出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして、無料のオンラインサロンの友達を募集してます。オンラインサロンではゲリラダイブもやろうと思ってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。